ブリッジ始まりは1995.117神戸は2019年1月15日火曜21時から23時18分に関西テレビ制作、富士テレビ系で放送されたスペシャルテレビドラマである。主演は井浦新1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、 線路ごと崩壊した西日本旅客鉄道神戸線、六甲道駅を74日間という短期間で復旧させた実話をもとに、地元民放局の関西テレビが、関テレ開局60周年特別ドラマとして制作した。震災直後の六甲道駅インターネット向け映像、配信サービスの UNEXT では、本作の放送に先駆けて、2019年1月1日から、 オリジナルのプロローグドラマ、一目、あなたに、同月8日から、一口、あなたに、の配信を開始。本作の放送終了直後の1月15日23時30分からは、未公開シーンを含めた、ディレクターズカット版も順次配信している。また、制作局のカンテレでは、本作放送日のシニアに、もう一度、つなげる。ドラマ、ブリッジドキュメントを、 関西ローカルで放送。本作の撮影日は、本作のメインキャストのモデルになった人物による10回、同駅周辺の商店主による工事期間中の証言をドキュメンタリー方式で紹介した。この番組も放送終了後に UNEXT で配信されている。ありがとうございます。